初公開。ナンバーアンダーライン愛とクレバのコラボに隠された秘密。観客騒然ニュージーンズが FNS 歌謡祭夏で見せた超自然的パフォーマンス。音楽特番 2024FNS 歌謡祭夏の夜は、星空の下で輝くアーティストたちが織りなす魔法のような時間であった。番組の開始とともに、観客たちは熱い期待と興奮に包まれ、 スクリーンに映し出される最初のパフォーマンスを見守った司会の相場雅紀と井上聖華アナウンサーが登場しその柔らかい笑顔とともにステージの幕が上がった6時半の序盤小 WA が「君の王子様」を披露し続いてダパンプと JDSF ブレイキンジュニア強化選手たちが「パンプイットアップフィートタクマザ・グレート」でエネルギッシュなダンスを繰り広げた 観客はその迫力に魅了され、拍手と歓声が会場に響き渡った。ディッシュの朝、月面も笑っているは、メロディアスなサウンドと心温まる歌詞で観客の心をつかんだ。日向坂46の君はハニーデューは、そのキュートなパフォーマンスで観客を楽しませた。ファンタスティックスのブレイクラインは、そのダイナミックなステージングで観客を魅了した。のクリックは、 その独特のリズムとキャッチーなメロディーで会場を盛り上げた平成から令和へのリバイバルヒットメドレーでは日向坂46が大塚愛の「さくらんぼ」をカバーしその可愛らしいパフォーマンスで観客を楽しませたウエストーはジーリーンの「奇跡」をカバーしそのエモーショナルな歌唱で観客の心に響いた蝶とキメキ宣伝部「ハート」は松浦綾の、PA「イエーめっちゃホリディー」をカバーし その元気いっぱいのパフォーマンスで会場を盛り上げた。トゥモロー r o w x トゥギャザーは牧原紀之のもう恋なんてしない、牧原ドリルリミックスをカバーし、そのユニークなアレンジで観客を驚かせた。ミー愛は少女時代の G をカバーし、その華やかなパフォーマンスで観客を魅了した。増田隆久、ニュースと大 CE、大野雄大、花村聡太、はバックナンバーの高根野花子さんをカバーし、 その美しいハーモニーで観客を感動させた。日向坂46と超止めき宣伝部はミヒマル GT の気分上々ウェウェをカバーし、そのエネルギッシュなパフォーマンスで観客を楽しませた。増田貴久、ニュースウエスト、大 CE、大野雄大、花村聡太はオレンジレンジのロコローションをカバーし、その楽しいパフォーマンスで観客を笑顔にした。7時台には、アリスが、 今はもう誰もを披露し、その美しい歌声で観客を魅了した。ウエストと柳沢亮太、スーパービーバー、は、ハートを披露し、そのエモーショナルなパフォーマンスで観客を感動させた。ええ。グループは、ええ、ビギニングを披露し、その力強いパフォーマンスで観客を魅了した。思いの丈は、幾億光年を披露し、その美しいメロディーで観客を感動させた。 キム・チャエワン、エル・イ・セラフィム、とアイナ・ジ・エンドは宇多田ヒカルのファースト・ラブをカバーし、その感動的なデュエットで観客を魅了した。クレバは、生きパートを披露し、その独特のスタイルで観客を驚かせた。クレバとナンバー・アンダーライン・アイは、一切合切を披露し、そのエネルギッシュなパフォーマンスで観客を楽しませた。ゴーひろみともモイロ・クローバー・ Z は最強マッシュアップ号、ゴー z をを披露しししその楽しいパフォーマンスで観客を笑顔にしたセブンティーンはマエストロを披露しそのダイナミックなパフォーマンスで観客を魅了した超ときめキメキ宣伝部は最上級に可愛いいのを披露しその元気いっぱいのパフォーマンスで観客を楽しませた東方神起と中島健人はスタンドバイユーと呪文ミローティックを披露しその美しいハーモニーで観客を感動させた バブルガムブラザーズとファンタスティックスは、1 1ュインオフティービーロングを披露し、そのエネルギッシュなパフォーマンスで観客を楽しませた。三島ひかりと渋谷竜太、スーパービーバー、はスピッツのはかかをカバーし、その感動的なデュエットで観客を魅了した。ミュージカル、モーツァルトの古川優太と京本大我は、僕こそ音楽を披露し、その美しいパフォーマンスで観客を感動させた。 八時代には、アイナジエンドとアオイヤマダがフレイルを披露し、その感動的なデュエットで観客を魅了した。クラキマイは、ステイバイマイサイドとシークレットオブマイハートを披露し、その美しい歌声で観客を感動させた。スーパービーバーは、絶望を披露し、そのエモーショナルなパフォーマンスで観客を感動させた。須田正樹は、クジラを披露し、 その美しいメロディーで観客を感動させた。ダーイシー・イート・は、シトラス・アイ・ワンダー・スティール・エーキスを披露し、その楽しいパフォーマンスで観客を楽しませた。ディッシュブはウルフルズのバラエレバーをカバーし、その元気いっぱいのパフォーマンスで観客を笑顔にした。デフテクト・ビー・ファーストは、マイ・ウェイを披露し、その美しいハーモニーで観客を感動させた。マイ・ファースト・ストーリーとハイドは、 無限を披露し、そのダイナミックなパフォーマンスで観客を魅了した。l e イ・ s e r a f i m は E.G. を披露し、その美しいパフォーマンスで観客を感動させた。9時台には稲葉講師がストレイハーツを披露し、その美しい歌声で観客を感動させた。スノーマンはブレイクアウトを披露し、そのダイナミックなパフォーマンスで観客を魅了した。反町隆とブルーエンカウントは ポイズンを披露し、そのエネルギッシュなパフォーマンスで観客を楽しませた。トゥモローエックストゥギャザーは、一つの誓い、We'll Never Change を披露し、その美しいハーモニーで観客を感動させた。ナンバーアンダーラインアイは、ボンを披露し、そのダイナミックなパフォーマンスで観客を魅了した。ニュージーンズは a は、ETA OMG スーパーナチュラルを披露し、 その美しいパフォーマンスで観客を感動させた。ニュースはチアリーマンズと共に生きろを披露し、そのエネルギッシュなパフォーマンスで観客を楽しませた。ユズはチュルリを披露し、その美しい歌声で観客を感動させた。このように、2024FNS 歌謡祭夏は、様々なアーティストたちが集まり、その才能と情熱を披露する特別な夜であった。 観客はその多彩なパフォーマンスに感動し、笑顔と歓声が会場を包み込んだ。